皆様こんにちは。本日は推しの&谷川文枝二人展をご覧いただきましてありがとうございます。推しのさんは今多系統萎縮症という難病で闘病中です。今まで描かれた絵、そして闘病中に描かれた絵、それらに私がお花をあしらって二人展を開催いたします。難病になっても前向きに生きる力を蓄えられる気持ちの持ち方で新しい世界を切り開こうとしているおしなさん、私はそんなおしなさんと二人展が開催できることをとても誇りに思っています。それではゆっくりご覧になってください。ビオラを演奏してくださっているのは、おしなさんの息子さん、つよしさんです。自分らしい音で、ルンルンという言葉が添えられたピアノの絵。おしなさんがリハビリ入院をされている施設を訪ねたとき、廊下に飾ってありました。この絵の花あしらいは、花を切らずに自分の力で花が立っているようにアレンジしようと思いました。自分らしく咲く花、自分らしく奏でるビオラ、そして自分らしく奏でるピアノ、そんなイメージで作っています。たまには人ではなく楽器でも描こうかなと思ってペンを持つと、何とも言えない癒し系の少女が浮かんで、包み込むような心を感じてペンを動かしたそうです。おしなさんが新作として Facebook にアップされたのを見た瞬間、私は私が描かれていると、なぜだか涙が止まらなくなりました。すぐにこの絵が欲しいとおしなさんに連絡を入れました。不思議な絵とおしなさんが呼ぶこの絵は、私を呼び、この二人展を開催するきっかけを作ってくれた。そう思わずにはいられません。ハートを抱きしめる少女の髪は、ヘアドレスのようにたくさんの花が飾られています。絵に描かれている花に近い形の花を集めて、小さなフラワーアレンジメントを作りました。ぎゅっとして。はい、それでは今からアレンジをしていきます。このバラはラズベリーエレガンスという品種です。花びらの形や色が
おしなさんが描いた艶やかな女性に似合うと思って選びました。自分を信じる力をつけて輝きましょう。ローマ字でつながっとんねんでと大阪弁で描かれた絵、つながっとんねんでを大阪生まれの私が解説すると、絶対つながってるよね、そう思うやろ、私はそう思ってるという意味になると思います。合ってますよね、おしなさん。花も髪をなびかせる風も人間もすべてがつながっとんねんで、しなやかさの中に力強いメッセージを感じます。